一日が終わり、人々が家出に帰る頃、俺の一日は始まる。夜食時間は夜7時から朝2時まで。人は調整食堂って言ってるよ。今日のメニューはたこ焼きだっけ。人が来るかって、それが誰も来ないんだよ。今日ももう夜の6時半。今日も今日の営業準備が始まる。ようこそ調整食堂へ。今日のメニューはたこ焼き。イカゲームの人気に押されたヒヨンの主人公、タコのリベンジタイム。日本の対応するおやつ、たこ焼き。たこ焼き、必要な材料は、1、基本中の基本、たこ焼き専用のパウダー。2、たこ焼きの派手な助演、カツオ節。3、サクサクした食感を担当する天かす。4、これがないとたこ焼きじゃない、たこ焼き専用のソース。5、青のり。これ何。6、たこ焼きでたこがないとただの焼きだろ。そして世界のすべての料理に必要な卵、たこ焼きの材料。1845円があれば誰でも買うことができる簡単な材料。それは金たこで24個入りを買っても200円が余る値段。しかし私たちには金たこにはないロマンがある。たこ焼きの料理で一番重要なのは1%の才能、1%の努力、そして98%の資本力だと、どこかのたこ焼き職人から言われた。今日ここはたこ焼き専門店、ジョンタコだと呼んでください。ジョンタコの料理教室。俺ができるとお前もできる。まずはきれいに洗ったタコを切って、また切ってください。そろそろめんどくさくって全部やめたくなったら、材料費を考えながら心を洗ってみてください。たこ焼きのパウダーを適当に入れて、このぐらいでいいやんぐらいまで入れてください。残りすぎて今度またやらないと。次は完全食品、卵。適当に好きなぐらいで入れて、水も入れたらたこ焼きの完成度は 50%。 スタートが半分だからだね。たこ焼きの生地の成功はまさにこの瞬間にかかっているが、このたこ焼きがダメなら俺の人生もここまでという心で、切実に混ぜるのが成功のポイント。このミニ薄は何と思ったあなたはたこ焼きアマチュア。キッチンタオルを細かく折り返して、こういうに設置したらいい。電源を入れて、薄に油も入れてから、油をつけて、一口、油をまんべんなく塗ります。ああ、だから日本人もたこ焼きは外の店で食べるんだ。2日を準備した待望の時間。準備した生地を 80-90% 入れます。生地が薄すぎますが、パニックしないのがポイント。
ただ待つのは退屈なのでタコでも入れてましょうか。休み中ずっと動く必要があるたこ焼き。ああ、たこ焼きって労働主役産業だったんだ。天かす。うどん屋さんではタダでもらえるが、マートではお金が必要なもの。本能的に今だと思った時に必要なのは、生地をまた注ぐこと。本能があまりも早すぎたのを後日分かった。大学校入学試験に後はじめか。このように何かに切実なのは、ジョンタッコ人生初のたこ焼き。その始まりは未熟だったが、タコゲームに負けないという心は俺を強くする。タコレベリッチで始まった俺の旅は、タコレベル2、タコレベル3のよって、タコマスターを向かって進みます。タコ焼きって意外とこんなに楽しいんだ。ネットフリスは日本でタコゲームを作ってくれてほしい。楽しかったから味はどうでもいいと思ったが、犠牲になったタコを考えて感謝に食べることにする。専用のソースにマヨネーズ、カツオ節、そして青のりまで。材料だけは誰よりプロ。そして味は 98% の資本力の勝ち。今日の飲み物はジンジャーハイボール。サントリーウイスキーを用意して、ハイボール専用のコップにアイスを満タンに入れて、ウイスキーを1/4、ジンジャーエールを1/3入れたらできる現代日本人用の清水。たこ焼きとハイボールの組み合わせってどうかって？たこ焼きとハイボールってさ、タコゲームの幹部だよ。一日が終わり、人々が家出に帰る頃、俺の一日は始まる。夜食時間は夜7時から朝2時まで。人は調整食堂って言ってるよ。今日のメニューはたこ焼きだっけ？人が来るかって？それがね。